アゴラジオ、お相手は私アゴラ編集長の新田哲司と宇佐美のりやです。どうもお疲れ様です。さて、今日収録日が7月2日なんですけども、これオンエアは確か明日3日だと思うんですが、参議院選挙近づいてまいりましたよ。ですね、参議院選挙で、そしてここに来て、これは先週の放送でやってれば来たかったっていうファンが多いんですけど、なんと市井沙耶香さんが立憲民主党から出馬ということで、もうこれはもうハロプロのマニアのこのハロプロ評論家の宇佐美さんにぜひ意見を聞きたいということで、もうまあちょっと今日このか、ちなみにこの関連でツイートも来てます。そのままじゃないんですけど、どうして芸能人は落ち目になると漏れなく政権批判をするんだろうってこれちょっとこの方はなんかちょっと某文化人の方のツイートにかぶせてきてるんですけど、まあいろいろご意見あると思うんですけど、まあ、市井沙耶香さんの場合はまあ別にこれまでなんか政治的な意見を言うことはなかったんですけど、なんかびっくりしましたね。びっくりしましたね、うん、でももう応援するしかないでしょ迷いがないですよね。頑張れですよ。いやしかし最初の一報から尊敬する人は蓮舫さんって言った瞬間にこれダメだなと思ってるんですけど、何言ってんすか。それはネタで言ってるんですよ、ネタで。それはもうそう、彼女一流のネタですよ。しかもあれ最初の街頭写真見ました？演奏家の写真、なんか同じ格好してるやつ、同じ格好しちゃう、それはもうネタなんですって。いやどうやらなんかね、ここまで週刊文春はさすが取材してるなと思ったら、やっぱり裏で暗躍してるのがあれですよ、目黒の拠点のしてる衆議院の手塚氏ですよ。蓮舫さんのもう学生時代からの知り合いらしくて、ずっと蓮舫さん応援で、ちょっとこの際だからバラしちゃうけど、国籍問題の時にはもうなんかもういろいろこっちが追求したので逆切れしたらしいですからね。全くもうもうその逆切れしたとかダメなんですけど、その手塚氏がどうやら瞬間文春の取材ではなんかいろいろ今回この擁立に動いていて、うん、でコメントも尊敬するのは蓮舫さんっていうのもどうやら彼がリークしたんじゃないかというふうに、まあ、文春は言ってるんですけど、まあでもネタとしてそれが良かったのかっていうだけ、ただちょっと残念なところあるんですけどね、うん、やっぱ彼女長いことハロプロから干されてて、こっちはそのモーニング娘。はい、そうですね、うん、まあ、運営してるグループですけど、うん、で去年ようやく今年かな、ようやく復帰したんですよ。ようやく復帰、戻ってきてたんですか。ようやく、まあ、事務所に戻ったわけじゃないですけど、うん、まあ、ハロコンっていう、まあ、1年に1回、まあ、4回か、うん、あるコンサートに、うん、久しぶりに出たっていうんで、4年の子育て中で、そうそうそう、それで、あ、よく戻ってきたねみたいな感じの歓迎運動があったんですけど、やっぱさすがにこういう動きされると、うん、ちょっと出られないかなっていうのはさすがにちょっとね残念だなってありますけど、うん、まあ、そういう意味では残念ですけど、まあ、でもまあせっかく出たんだからね、頑張ってほしいですやっぱり。モームスの人は歴代選挙でのこれ初めて？初めてです。おお、これは僕ね、つんくさんは僕ちょっとまあ、僕はお会いしたことないんだけど、つんくさんと親しい政治家の方とかと話聞いてると、つんくさんとどちらかというと多分ね、自民党の改革系的な考えとかね、昔のみんなの党とかそっち系に考え近いイメージがあるんですけど、いやでもね、もうつんくさんはもうずっと、うん、もうモームスの曲でも そういう色出してますけど、うん、もう歌で世界を救うっていう、地球を救うっていうのがテーマなんで、うん、つんくさんの、うん、まあまあ別にね、なんかリベラル的な発想もね、歌詞につい出てくんで、だから別にそんなにおかしくないですよ。でただまあ、もともとモームスでそのセカンドキャリアがすごい、まあ、課題っていうか、割と事務所が支援するんで、まあ、食っていけるんですけど、うん、はいはいはい、セカンドキャリアの広がりが、うん、どう作っていくかっていうのが課題だったんで、この前もなんかベイビーメタルの、うん、ベイビーメタルがどこかアメリカでやった時に、うん、いやベイビーメタルで3人だったのが2人になったんですけど、うん、そのうちの1人をモームスの OB が務めるみたいなことがあったりして、これ今アイドル界騒然としてるんですけど、で、まあ、まあいろんな広がりが出てきてて、うん、だからまあそういう中で政治家も1人ぐらいいたっておかしくないし、うん、まあ、でも出るとなったら応援するしかないですよ、まあ、頑張れですよということで、みんな応援してくださいよ。そう、アゴラのファンと執筆者の中ではちょっとかなり宇佐美さん孤軍奮闘するような雰囲気になってますけどみんなダメですか、ちゃんと応援しないと政策はどうするんですか。なんかなんか彼女一応子育てしやすい社会みたいな実務経験があるんですか、子育てをした4人ですよ4人確かにさ、現場目線の意見をすればいいわけですよ。別に蓮舫さんみたいに無理して政権批判とかせずに、うん、ちゃんとね、現場の積み上げで意見やれば、うん、言えばそれはいい政治家になりますよ。ただちょっと怖いのはね、やっぱああいう立憲的な雰囲気を言うと、そんなに最悪っぽくない人のこれ生地かやっぱり役者さんとかタレントさんってやっぱりそのパフォーマンス能力あるじゃないですか。
演出家がね、その手塚氏みたいにちょっと危ないおじさんがいると ね, 悪 い, とね悪い人がいると吹き込まれて、なんかあさっての方向に行っちゃうんじゃないかなという不安はあるんですよね。だから蓮舫さんみたいになってほしいとは全然思わないですけど、うん、なんかちゃんとなんかこうね、制作中にだん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 時間かけてなっていってほしいなとは思うんですけどね、うん、まあ、そこはちょっと不安には思ってますけど。大丈夫ですかね。どっちかというとね、思い込みが激しいから変な入れ知恵されるとね、それにこう感化されちゃうみたいな可能性もなくはないんで。いや、そこが俺一番むしろ怖いなと思ってて、うん、本当さんに3位でもダメなんですかとか言い始めたらどうしようかと思うんだけど本当にもだから そう言い始めたらもうネタだから安心ですよ。ネタやってるなみたいな、その程度だったらでもちょっと本当はねえ、いやだ、あともう一個、今回ね、その割と彼女の出馬に批判的な人たちの意見の中で、ああなるほどなと思ったのは、別にその子育てしやすい社会を作るっていうのは別に政治家じゃなくてもできるんじゃないかと、別にそのシングルイシュー的なものってのはどうなんだっていうのが意見。でもまあ現実に考えて、うんうん、あんだけ顔が売れた人が他のことできるかって言ったらできないでしょ、うん、まあ確かにそうですね、うん、あの人ものすごい人だよねみたいな話になっちゃうでしょ、うんうん、何やったって、うんうん、しょうがないよね、うん、まあ確かにね、なんかね、急に NPO、駒崎さんみたいに NPO がやってくるってわけではないと思うんでね、だからそれはね、うん、まあそういう意味ではちょっとまあ果たしてどうなのかと。で、今回僕印象的だったのは、アゴラでも掲載してますけど、津波洋平さん。津波さんは立憲の、政治家の皆さんと親しくて、よく立憲の政治家の集会とかの、ね、応援演説みたいに言ってますけど、その津波さんですら、苦言呈してましたからね。何を言ってんだって話ですよね。そう、何を言ってんだ。常見さんが育てられないと、逆に。常見さんってすら、なんか、その、与野党の、この、紅白歌合戦化する選挙に苦言を呈すみたいな感じで、おっしゃってて、スピード対モーニング娘。で何やってんだみたいな感じで、お怒りになってました。伸びしろあるんだから伸ばしてくださいって。お願いします、常見さん。勝手に、ちょっと今日の宇佐美さん、完全にポジショントークが振り切ってる感じが、ちょっといささかするんですけど、まあ、しかしでも、参院選自体が、本当なんか盛り上がりがないですね。なんかこのままいくと、なんか山本太郎現象もちょっとなんか沈下の候補者がね、うん、候補者がねミスったよね。ミスりましたね。ミスったっていうか、あれしかなかったかもしれないけど、やっぱこう反原発から反緊縮に変わるみたいなことを本人は多分思考したんだけど、うん、結局集まってくるのはみんな反原発だったみたいな、うん、そういう感じですよね。なんかね、明らかに試行錯誤はしてましたよね。本当に俺はちょっと炎上してましたけどね、自民党もし安倍さんが全部政権、あなたの政策を飲むって言ったら一緒に連絡作りますかって言った時にすごいなんかはいとか言ってね、言って物議かもしれない。で、あの辺からいわゆるちょっとだいぶ変化する第三極シフトをしてるかなっていうイメージあったんですけど、 MMT 軸でやってたらね、うんうん、こんなことやらなかったんでしょうけどね、うん、まあでもいなかったんでしょう、候補者が、うん、そうですね、結局10人擁立しなきゃいけないっていうね、本当にその政党とかあれで、ね、いろいろやっていくためにはちょっと10人擁立しなきゃいけないっていう、まあ、縛りもあって、まあ、やっぱりちょっと擁立作業急いでた感じありますよね。だから、発表の順番的にもね、うん、いや一番名前売れてるから安富歩一番初めにしたんでしょうけど、うん、それがまずかった気がしますけどね、うん、一番初めに嫌な意味でこうな長売れちゃってるところで、うん、刺激しちゃいましたからね。それこそはね、ね、ブレンドされる松尾さんとかね、反禁酒家の学者の、まあ、あと今回のコンビニのオーナーとかね、うん、一番初めに言ってくればまだよ、そう、そういう順番だったらよかったと思うんですけどね、うん、確かにそうですね、一番初めにちょっと休み合いがきつかったですね、うん、確かにね。だからコンビニのオーナーさんなんかあれなかなかあれだなと思った、さすがうまいなと思った、あの辺のやり方が、あのセンスは性格あるのに、まあ僕がアンチと僕が言うのもなんですけど、あれも見ててもったいないことしたなと思った。いや順番に合わせて一番初めだったらね、随分勝ったと思うんですけど、うんうん、結構そうすると新しさはすごい感じさせましたよね、うん、結局そうするとやっぱ先祖があるかみたいな感じでね、受け取られたところがあったんで、まあなんかちょっとすごいもったいないことをしたなと思ってて、立憲も結構参院選頑張ってますよね、うん、あ、そうなんですよ。だから東京はね、東京はね、大阪はね、まあそうでもないみたいならしいんですけど、東京は漏れ聞く、いろいろ各党調査とか報道機関の調査とかいろいろ漏れ聞いてるところを見ると、結構2人立てたから途中共倒れとかね言われてたんですけど、いやいやとんでもなくて、これ2人とも、まあ、買いながら当選権になんか入る入らないみたいな感じになってきてると、うん、特に塩村さんが意外に強かったっていうのがあって、うん、あとはもう一人 のそれ以上に意外だったのは元朝日新聞の記者の山岸さんっていう、うん、全く無名なとこでまあ朝日新聞辞めちゃって大丈夫だろうかと思ってたら、いやいやいや結構ね、数字意外に手堅いらしくて、なんかだからやっぱ山本太郎が失速したってのもあるんでしょうね。ああはいはい、それで多分その山岸さんとかにも、うん、山本太郎に行く可能性があった票が全部やっぱ、うんうん、持ってきてるんでしょうね、うん、
で、この2人の実は数字を、ね、ちょっと冒頭の調査数字とされるものを見たんですけど、あのこの2人の数字を足すと実は立憲上位いくんですよ。だから、まあ、だったら出さない方が良かったんじゃないかと思ったんですけどただまあ、ということは足すとやっぱり立憲のマーケットってやっぱり東京はあるんだなと思いましたね。ですね、うん、だから本当になんか今回はね、まあ、ちょっとアゴラ的には音喜多さんがちょっともうかなりちょっともう黄色信号もいいとこじゃないかってね。まあまあね、本当にまあなんでしょうね、1% あるかないかみたいな感じですけどまあまあ奇跡起きるかもしれませんからまあ思ったんですけど、まあちょっとね、まだ選挙ね、まあ本人頑張ってるんであれなんですけど、やっぱり維新のマーケットがないっていう意見も、まあ、もちろんネット上で前から出てるんですけど、東京には、うん、やっぱり大阪と東京を取り巻くその政治環境とかね、やっぱり経済環境違いますよね、うん、やっぱり、まあ、これは僕の持論で、まあ、確かに小さな政府志向的なのは東京ね一定程度はいるんですけど、今そこは間違いなく6年前の選挙と違うのは安倍政権にその辺の層度はまず結構持ってかれてるのは間違いないし、あとはあれですね、やっぱり大阪ってほらもともと経済的に下降してたから、うん、財政危機財政改革からそういうところから維新って出てきてるわけじゃないですか。だから東京の場合小池さんが市場移転とかで失敗して5000億円したところで知事が倒れないじゃないですか、うん、だから東京って金持ってるからやっぱり身を切る改革って言っても東京だと刺さんないんですよね。なんかそんな気がするんですよね、なんか見てると、うんうん、だからこの辺りがでちょっとね、まあ、それにしても僕はノーコメントでちょっと、うん、まあ今選挙中なんで頑張ってくださいよとは思ってるので、まあ、とりあえずなかなか参院選もいろいろとこれから動きが、まあ、逆にただ1点だけ言うのは山本太郎さんはまあちょっといろいろ失速したようにも見えるんですが、ただいわゆる情勢調査とかって、まあ、うん、最近は携帯とかネットも調査入れてるんですけど、まあ、固定電話で取材調査してるのも多いんで、この辺のその携帯しか持ってない若い層の動き、これがまたどれぐらい出てくるかとかね、まあ、全体で2位いったら勝ちですからね、うん、そうですね。だから山本太郎さんもし、まあ、今回6人枠いる中でもし丸川さんに次ぐ2位とかね、そこまで大躍進したらもう大勝ちですよ。でまあ比例でね、うん、1枠取ったらそれで十分勝ちですから、ね、うん、いやもちろんそれでしたら、まあ、多分そうするとおそらくもう支持率も多分そこまでいくだったら多分政党要件満たす投票率 2% いきますよね。まあ、比例1位誰を置くかって結構大事ですよね。大事ですね。いや、富井歩を置くとまずいと思うんだけどね。多分今のね、これ聞いて考えてるよ。多分、いや、まあ、本当はね、結構、そういう意味では、まあ、ご本人は7月3日まで陣容を明らかにしないということで、これ、放映日の、翌、放映日か、明日が7月3日なんですけど、明日、放映日が、今日が7月3日なんですけど、うん、おそらくこの放送する頃には、多分出てると思うんですけど、うん、結構ギリギリまで、多分ね、引っ張るみたいで。安富歩もね、今、うん、今からでもいいから過去の発言ね取り消した方がいいと思うんだけどね。あ、そうですね。だったら まだ印象良くなるからね、うんうん、これ議員になったら大変なことになるからね。まあ本当ちょっとやっぱりねこれよくしばしば言われるのは著名人の方とかの結構炎上ツイート、著名人の方を利用する時のリスクでツイッターとかの過去発言が当時はほら本人政治出ると思わなかったんだけど、うん、過去の発言でいろいろ問題でやらかしてるやつが発覚してみた、あ、ほら実際に立憲のもあったじゃないですか、誰が忘れちゃったけど過去の問題を起こしてるツイートで、ね、まあでも軽口叩いて軽口を叩いたとかそういうレベルじゃないから彼の場合はね、うん、まあそうですね、きついですね、きついですね。さて、政治関係で言えばもう G20 終わりました。でその G20 ではムンジェインさんは一生懸命安倍さんと立ち話でもいいから話しかけようとしたけど見事にそれにされるというですね。8秒ですね。8秒。8秒なんかという久しぶりみたいな、もう久しぶりだしじゃねえみたいな、そういう感じですかね。本当記念撮影ぐらいしかもうツーショットまともにツーショットなかったんじゃないかぐらいの勢いなんですけど、その中でまあ一応この昨日ですね、収録日の昨日、あれでした、韓国への制裁ということで、まあ発動されたんですけども、例の、半導体。発動前ですよね、パブリックなんで。あ、これからか。はい、これですね。半導体の、あれは原料ですか。いや、材料ですね。材料、まあ、半導体の、プロセスの、うん、で使う材料ですね。それをまあ日本が輸出するのをまあ制限するということで、まあいろいろと話題になってるんですけど、ご意見来ております。
韓国へのちょんちょんかっこ制裁かっこ実際には優遇解除は外交問題を独力で解決する背景、軍事力や独自の外交網を持たない日本のなけなしの打ち手のように見える、米朝会談に持ち込んだ韓国のロビー力は恐れ入る日本にもロビーイング予算をもっと、まあ日本は韓国に比べると確かにロビーイング弱いって予算も圧倒的に少ないってことはよく言われますけども、今回の問題どう見ていらっしゃいますでしょうか。いやなんかまあちょっと話それるかもし、それるかもしれませんけど、米朝会談って本当に韓国がお膳立てしたかというとそうじゃない気もするんですけどね。いや多分違うとも違うでしょう、そんなのに乗らないでしょ、乗らないトランプさんが、ただまあ今回の話は、まあしょあんまり別にいい手ってわけじゃない、いい手っていうかまあ、日本にとっていいことじゃないですかね、決してね、本来ある取引を失うことになるわけですから、別に日本も韓国も損するんでしょうけど、まあでもなんかまあ喧嘩売られたからこっちで、売られたっていうか向こうが変なことしてそれを対応する動きが全くないから、じゃあ日本もやりますよっていう話で、まあまあ打つ手としてはまあ最善かなと思いますけどね。さっきツイッターでも宇佐美さんつぶやいていらっしゃいましたけど、今回のその台湾の会社がなんかむしろ得をするんじゃないかみたいな、まあなんか普通に見ればそう思いますけどね、その今回 EUV レジストっていうのが多分一番その規制する中で、規制っていうかその輸入制限輸出制限にかかるある中で一番まあ希少な材料で、多分本当に日本の企業しか作れないですけど、まあこれが止まるとそのラインごと止まるんで、EUV ライン持ってる会社って多分もうまともに稼働してるのは、その韓国のサムスンと、台湾の TSMC って会社しかないんで、まあ、サムスンに行ってる発注が多分その台湾に行くと思うんですよね。結構アップルが台湾に発注してたんですけど、韓国に発注、サムスンに発注してたんですけど、それが切り替わったら結構大ごとですよね。でまあ別にそれでも韓国損しますけど、じゃあ日本は得するかっていうとそうでもなくて、まあ日本は別にその、まあ、若干損するぐらいの話ですよね、多分機会を失って。これ台湾でも当然日本は取引はしてるわけですよね。あ、してますしてます、別にだからその全体のパイっていうか、その、まあ、市場の全体のパイがあって、その中でまあ河川でプレイヤーが何人かいるっていうことなんで、まあ1社なんかラインが止まったら他の会社に振られるってだけなんで、別にまあ消費者が不便するとかそういう話じゃないですよね。もう B2B の世界の話なんで。ただまあなんかまあ日本が得する話じゃないですよね。本当はフラッシュメモリーのラインとか止まんだったらね、それは投資が大笑いするかもしれないけど、そういう話じゃないんで。なるほどなるほど。さて、まあこれで韓国の制裁に関していろいろとまた動きが出てくると思います。まあ結構でもね、やっぱり日韓関係だけ見てると結構わからないこともあるので、今台湾の話なんかはもう少し全般的にちょっと見ていく必要があるなと思いました。さて、今週のアゴラでは、もうちょくちょく盛り上がりました闇営業問題。一応まあコメント来てます。闇営業、新田さんが事務所加入の矢先の出来事すみません、だから私最近ちょっととある芸能事務所に入ったんですけど、ちょっとそれはちょっと置いといて。芸能人じゃないですか。でそれでこの方ツイートです。株主に東京と大阪の有力ネット局や映画会社が名を連ねている。あ、これは吉本のことですね。実質的な経営陣は吉本の生え抜き、株主も責任が分散され経営陣との牽制が働かずガバナンスが行き届かないと思う。業界慣習とともに経営体制には問題があると思うと。吉本は9年前まで確か上場してて MBO して、マネジングバイアウトで、非上場にした経緯が確かあったと思うんですけど、あれですよね、芸人さんのその扱う会社ってすごい、芸人さんってあんまり逆にコンプライアンスを求めすぎても難しいなと思うし、でもかといってそこを動かすのね、会社マネジメントする側はやっぱりね、そういうね、ちゃんときちんとしなきゃいけないなっていうのもあるんで、どうですか。なんか今回だから別に専属契約結んでたわけじゃないんですから、別に闇営業じゃないですよね。それは別に契約上ルールがあるわけじゃないんだから、義務が。ただなんかその だったらその他のエージェントというか、副業ですか、一瞬するんだったら、まともなエージェント使わないとねっていう話ですよね。それはなんかそのいやだからあれですよ、空手家の入江さんが代理店だったんですよ。そうそうなんですよ。彼がだから反射チェックしなかったってことでしょ。本質的に悪いのは彼ですよね。だからまあその
そもそもだから吉本文句言う筋合いじゃない、ないですからね、うん、で別に契約結んでないんだから。いやこれびっくりしたんだけど、吉本本当契約書書いてないんだと思って、と思って契約書結んでないと逆かと思ったら本当にね、なんか本当になんか数人なんでしょ、うん、契約書結んでるのって、うんうん、だからすごいな。で吉本所属でものすごい数3桁ぐらい芸人がいるんでしたっけ、本当に全く売れてない 人含めると。だからちょっとある種それも吉本も昔流のその大正時代に作られたような感覚のまんまで、なんかすごいね契約っていうものに対するなんか都合よく使ってるんですよね、うん、だからそれは吉本側の問題でもありますよね、うん、間違いなく。だからそういう意味ではちょっとそのね古いそのね昔の工業的な世界の体質ってのがずっとそのね一時期上場企業も経験していたにもかかわらず、なんかこんなにちょっとなんかねこんな状態になるってのはちょっと広かったなと。これを機にね、その副業解禁みたいな話じゃないですけど、はいはいはい、なんかこう自分で営業するの止めはしないけど、やるんだったらこうしてねみたいな、そういうようなガイドラインみたいなの作った方がいいんじゃないかって気がしますけどね、うん、全員契約しろって言ってそれはそれで無理なんだから、うん、吉本もだから要するに自分のところ その仕事だけで芸人さん食わせられないのは事実なんだから、まあ本当そうですよね。だからそういうふうにしてどうするのか、そこら辺の話はきちんとこれを機会にちょっと考えていかなきゃいけないし、まあ、全般的にその日本のエンタメ業界ってやっぱまだまだアメリカなんかに比べるとそういうコンプライアンスのところって未整備なところが非常に多いようなので、まあ、今またこれ今回の問題ってやっぱり自分普通の一般の会社さんとかでもやっぱりそういうコンプライアンスと、ね、自分のところの社員とか契約先とどういうふうに向き合うかっていうところですごく問われている部分もあるようなので、まあ、そういう意味では今回ちょっとここはポイントになるんじゃないかなと思いました、ということでなんか参院選もこのままなんかちょっとグダグダの状態で突入そうな雰囲気でございますけども、ということでアゴラジオ、お相手は私アゴラ編集長の新田哲司と宇佐美のりやでした。お疲れ様でした。